皆さんこんにちは、ワネルグルビーです。では今回は、ギレンデボアークシズの脅威 V、ジャミトフ、ティタンズ編続きをプレイしていきたいと思います。前回はアークシズのハマーンを撃破しましたので、今回はいよいよグレミー軍との決戦になります。早速、サイド3攻略作戦を発動していきましょう。これより、我が軍はグレミートとの本拠地、サイド3制圧作戦を開始する。ザビ家の血筋などにこだわるグレミーの存在は地球圏にとって害悪以外の何者でもない。これを打倒しなければ地球圏は永久にザビ家の影に脅かされることになるだろう。諸君らの健闘に期待する。害悪と、まあ、そこまで言ってますね。では部隊発進していきましょう。基本的な戦力は前回と変わらずなんですけども、量産機に関してはですね、一部をグスタフカールへとグレードアップしてあります。これでね、グレミー軍とも渡り合える。まあそう思っています。あとは最高ガンダムマーク2ですね。ゲーツキャバ、サラ、ロザミア、フォー、このあたりが最高ガンダムに乗ってますので、これはこのまま維持したいと思います。では早速、攻略作戦を展開していきましょう。もう一つ、ジェリドですね。ジェリドにはニューガンダムに乗ってもらうことにしました。ファンネルはついていないんですが、まあ、ジェリド自体はニュータイプに覚醒しているものではありませんので、まあ、ある意味ちょうどいいのかなというふうに思っています。フィンファンネル装備したニューガンダムに関してはやっぱりね、ニュータイプパイロットに乗ってもらいたいですよね。まあ、ただ、そのニュータイプパイロットたちは主に最高ガンダムだったり、あるいはシロッコに関しては、専用機であるジオに乗ってたりするので、まあ、うまくね、そのあたりは、運用を考えていきたいと思います。では、攻略戦です。ティターンズ軍45、グレミー軍62というがユニット数になります。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まずはマップ確認しましょう。まあ、敵を迎え撃つという意味では、どうでしょうね。やっぱりここの拠点で敵を迎え撃つ方が、まあ、被害が少なく最悪撤退もしやすいっていう感じかな。なので、まあ、防衛ラインをサイコガンダムで張りつつ、一つは防衛ラインをちゃんとね、構築した後に戦線を組み立て直しましょう。私には君が必要だ。シロッコとヤザン。まあ、シロッコも結局最後まで残留してくれそうですね。俺にもその見返りが来ると考えて良いのか。もちろんだヤザン。私は君という人間が好きだ。ではしっかりと陣形を組みました。これで敵を迎え撃ちましょう。敵はまあパッと見ハンマーハンマー、あとはキュベーレー、まあ、そういった機影が確認できてますので強敵ですね。まあ、さらにサイコガンダムもいそうな機影がありますので、まあ、しっかりこの陣形で敵を迎え撃ちましょう。まあ、ポイントになるのは最高ガンダムマーク2。これを3枚並べているので、これで一旦敵の攻撃を受け止めて、その後エースが率いるモビルスーツ隊が敵を叩き潰すという展開を考えています。まあ、シロッコのジオ、ヤザンとハンブラグ、まあ、このあたりがね、中心になってくるかなと思います。まずはシロッコ。連れているのはグスタフカールですね。まあ、しっかり、ここは敵の攻撃を受け止めるというのが最初の目標になります。ヤザンも敵の、まあ、多段攻撃を受けますが、これしのげるかどうかですね。まあ、ヤザンがいきなり撃破されるなんてことになると、まあ、だいぶ苦しい戦いになるので、まあ、しっかりここはね、ヤザンこらえてもらって、場合によっては一度下がって回復の後再び出撃という形を考えましょう。ゲーツキャバの最高ガンダムマック2。これは敵を受け止めます。さすが、ゲーツキャバ。しっかり敵の格闘を最小ダメージで切り抜けてくれましたね。そして、ランク S で、ニュータイプ能力も覚醒済みの、サラ。まあ、サラなんかは将来的にはやっぱり、
ニューガンダムに乗ってもらう、まあその候補の一人ですよね。では敵の攻撃を受け止めた後の反撃ですね。これで敵をどれだけ削れるかというのが大きいので、まあ、しっかり敵を削っていきましょう。後ろでくすぶってたんじゃこうはいかないからな。ここはシロッコ。シロッコがですね、敵のエースに挑むという、まあそういう構図です。キュベレーマーク2なんかもいますね。まずは、キュベレーマーク2を、なんとかね、シロッコのジオで撃墜したと。まあそういうシーンになります。アリアスは、リエル軍に乗ってましたね。こちらはラムサス。敵はドライセンですね。まあすでにもうハンブラビはこの時最新兵器という扱いではないですけど、ラムサス、まあ、ダンケル、まあ、もちろんヤザン、この辺りが乗るとまだ一戦級で戦えますね。カクリコンはガンダムマーク5です。シロッコがアリアス撃墜を狙います。まあ、ちょっとシロッコもダメージ蓄積量増えてきてはいるので、まあ、できればこの辺りで一度回復のために撤退させたいですね。まあ、アリアスを撃破できたのでちょうどいいタイミングかもしれません。深追いしすぎたか。さあ、第3波攻撃ですね。ここまでシドレのマーク5。ベイトのバウンドドック、この辺りが撃破されてしまってますが、それ以外は持ちこたえている状態ですね。まあ、この後もなんとか被害を最小限に抑えて、さらに敵を減らしていきましょう。シロッコはね、本当に耐久も高くて前線で頑張ってくれてます。よし、いい子だ。息を2回吸って。ここはロザミアとゲイツキャバ、まあ共に最高ガンダムマーク2に乗ってるという、まあギレンの野望、まあならではのシチュエーションですね。敵はキュベレー、プル2が乗ってますね。これを叩くにはどうだろう。まあ、ある程度優秀な機体で攻撃を仕掛ける必要ありそうですね。まあ、シロッコもぶつけましょう。でさらにヤザンもぶつけて、このプル2のキュベレーを確実に撃墜しておきたいと思います。被害がね、広がる前に倒しておきましょう。で今回あまり活躍今のところできていない、登場していないのが、まあ一つにはジェリドがいると思うんですけど、まあ、ジェリドはね、フィンファンネルなしのニューガンダム、これに今乗ってこちらに向かってきてもらってる、まあその途中ですね。では攻撃仕掛けるのはヤザンになりましたね。プル2のキュベレーに総攻撃仕掛けましょう。格闘戦に入らずに撃破できるかと思いましたが、ダメでしたね。ヤザンはギリギリ持ちこたえてくれました。これでプル2を撃墜です。まあさすがはヤザン。ヤザンもね、大尉から少佐に昇進してますからね。敵ですけども、一部はギラ動画が配備されてますね。まあ、ただ、もう虫の息なので、最高ガンダムを4機並べてですね、ここを壊滅させていきたいと思います。いや、本当にそうそうたるニュータイプが出揃った最高ガンダムマーク2。この4機。
大活躍してくれてますね。ウルクローンとの戦いですけど、まあここもね、最高ガンダムマーク2に乗ったゲーツキャバの敵ではないでしょう。これでグレミー軍も滅亡という展開に持っていきそう、いけそうですね。で、この間にですね、グスタフガールの量産を、まあ、さらに進めて、各中域に配備をしていますので、グレミー軍滅亡後すぐに出てくるシャアのネオジオン軍、これとの戦い、備えも十分かなと思います。不安は全くない。これで、グレミー軍は滅亡でーす。いい成績だ。報告します。グレミートトの本拠地、サイド3を制圧しました。グレミートトの勢力は滅亡です。コロニーより、全世界に向けて放送が行われています。かつて、クワトロバジーナと名を変え、エウーゴの一員として戦ったシャア・アズナブル、激戦の最中行方不明となった彼はネオジオンの総帥として再び人々の前に姿を現した。シャアは父ジオンズム大君の理想を掲げることでネオジオンに対する民衆の支持を集め戦力を急速に増強したのである。その勢力拡大は混迷の続く地球圏に何をもたらすのか。戦局は大きな転換点を迎えようとしていた。ネオジオンはサイドワンスイートウォーターを中心として旧アクシズ領に部隊を展開しています。はい、というわけで早速シャアのネオジオンが一気に勢力伸ばしましたね。で、地球にはシャアの勢力はいませんので、地球に侵攻される前になんとかね、決着をつけに行きたいかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、シャアのネオジオ軍との戦いお届けしていきたいと思います。